今回は足の裏ですね。足の裏全体に感じるしびれに対する私のセルフケアを皆さんにお伝えしたいと思います。まず最初に私が実際に施術している映像がありますので、この映像をご覧ください。両方じゃあここから先しびれてるって、今左右変わらないから片っぽこれで減ったら意味があるってことです、うん、そうだよね、はい、でこうして痛かったりするよ、はい、はい、グーパー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 これでマッサージ関係なかったら関係どんどん進んで、はい戻って、特に左右差変わんない、実は例えば左やったけど左が軽くなるとか余計痛くなるとかそういうの痛くはならない、うん、ちょっといいかな、ちょっといいかな、うん、あ、オッケー、うん、じゃあそういうのですよ。でちょっと今度は逆やるからね、今度はこっちこうやってやってここの間を引き裂く、はい、これでグーパー、はい、これで終わりです。ないよ、どんな感じ、変わんなかったら変わらないでいいよ、どんどんやるから。分かりました。分かんない、いやそんな差がない、右と左だったら左の方が、うん、で次ね、ここ、ここも関係してる。で、これが、これ、ここ。で、足がこうやって内側に落っこっちゃってるから、これも結構怪しいの。あ、痛い。これ関係ある。めちゃくちゃ痛い。あ、じゃあ関係ある。はい、これだけで。さあ、どうだ。率直にどう？変わらなかったら変わらないでしょ？あ、全然こっちの方がいい。良くなった？全体的に痛いなのが。どうせ。これだ。うん、ここ。あ、これはっきり分かった。ほら。だから、こっから神経入ってくるでしょ？ここのところで、いつもこうやって内側に落っこってくる。これ伸ばされて突っかかっちゃった。めちゃくちゃ痛いよね、ごめんね。でもこれ犯人分かったから、ここで大事なのはこの犯人が分かれば、僕が止めるべき動きが分かる、だからインソールがやるべきことが見える、そこもまた大事なの。こっちもやるよ、はい、こっちもグーパーグーパー、自分でできそうだ、神経が痛いんですね。そうだよ、だから全体が痛い、だからもうほんとこういう痛み、なんていうの、全体の痛みっていうのは大体神経だ、大体ね、全部じゃないよ、はい、でこうしてこれめちゃくちゃ痛いでしょ、はい、はい、ほらこれができる、これでも楽なんだ、どう、だいぶ両方楽じゃない？オッケー、行こうぜ。まずはこちらのイラストを見てください。このイラストを見ると、これはね、足の内側から見ているイラストなんですが、これを見るとよくわかるんですが、足の裏に行く神経は全部この内くるぶしのところから足の裏に入ってくるということがわかると思います。それとあともう一つ注目してほしいことがあって、この神経、この神経のすぐ脇にある筋肉がありますね。このすぐ脇にある筋肉はなんと親指をね、足の親指を曲げ伸ばしするこれ筋肉なんです。
つまり足の裏全体に行く神経が内くるぶしの、ね、この後ろ側から入って足の裏全体に行き渡るということ、これを一つ知ってください。そしてその神経のすぐ脇に親指をグーパーするこの、ね、筋肉があるということ、これを、ね、知ってほしいんです。そしてあの映像でやってたことは何かというと、ね、この神経のあるところ、これ私は、ね、よくやるんですけど、こう手をこうやって入れて、そして後ろにこう引っ張るようにこうやってギュッとこうやって力入れてください。軽くこうやって、でそしたらギュッてやって、こういうふうに足首を上下上下ってやってみてください。そうするとこの神経がグッとこうやって動かして足首上下ってやると親指の筋肉がツルツル滑ります。そのことでもしすごく痛いと感じたら、これね実はねチャンスがあるんです。なぜかというとこの神経が滑っているこの証明でもあるんですね。普通は痛くありませんから。だからこうやってここをグッと後ろに押して後ろに下げて、そしてこうやってこう足首を上下上下ってやってみてください。でこれでもしやってやった後歩いたら足のしびれがあれ半分ぐらいになってるぞという場合は、これめちゃくちゃチャンスあると思ってくださいね。こうやってやります。あともう一つがね、こうやってグッと今と同じです。神経のところをグッと後ろにしておいてグーパー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 と、これ何がいいかというとグーパーグーパーってやると親指の筋肉だけが収縮して滑ります。なのでグーパーグーパー、これもね結構効果がある場合がありますので、どちらかねやってみて効果がある方を中心にやるとね必ずね楽になるということ、これ経験できると思いますので、まあ足の裏全体がしびれるという方、これ効果がありますのでぜひ試してみてください。どうでしたか？しびれと聞くと、まあ例えば腰から来ているとか年だからとか、まあそんなようなことね思うかもしれませんが、実際にはねこうやって何年もしびれている、もっと言うとね何十年もしびれているという人でもこういう操作で良くなっちゃうことは別にあるんです。もちろん全員じゃないですよ。だからこそこういったことを知って実際に試してみて良くなったらそれを継続する、こういう流れが必要だと思いますよ。それと今回紹介した運動も含めて、この私が書いた脊柱管狭窄症改善メソッドという本、この本の中にも今回紹介した運動、またその他の足のしびれや痛みに対する運動が載っていますので、興味のある方はぜひご覧ください。